はい、今ですね、タイのバンコクにいます。で、バンコクのどこにいるかっていうと、ソイの26にいるところです。クインビット大通りのね、プロンポン駅の近く。で、本日2015年の10月の8日木曜日です。今ソイの26、そこがスクインビットのノールジェなんですけどね。で、今紅葉亭ってところの近くにいます。で、これからね、ソイの26の界隈のマッサージ屋、ちょっと今ね、参加しようと思ってます。この辺り、床住んでたらよくわかるんですけどね、ちょっと行ってみます。秘書ジャパネージカラオケクラブということで、まあ、日本のカラオケクラブ、怪しいっすね。多分これ持ち帰りできるね。これも怪しいっすね。大手町商事とか、これも結構怪しいね。これラーメン屋なんだ、波平か上居酒屋。これもそう、日本人結構いいんじゃない多分。カラオケ、花火すごいね。これエンジェルマッサージね。これも結構怪しいですね。怪しいマッサージ屋が結構この辺りありますね。この辺りのマッサージ屋は大体本番なんですよね。夜の桜のマッサージ、そこの怪しい光のイージーマッサージ、これも結構怪しいね。すごいね、これ見て。そこら辺なんか完璧そうだね、多分。左に。ああ、これは完璧そうだね。ドリームヘブンマッサージとか。結構こんな感じで、ね、この辺りソイの26は、怪しいマッサージがねよくあります。あ、この話今聞いてますけどね。ここはね、さっき言ったとこ、健康的なマッサージ。スケベなおじさんたちが来てって感じですよね。